じゃあちょっと寒いので、元気めの曲からいってみましょうか。はい、はい、では、ハーツという曲を聴いてください。悲しい時にどうして人は歌うんだろう。本当の気持ち、それとも涙を隠すために歌うんだろう。大丈夫だから、そんな言葉と一緒に人は笑うんだろう。大切なものを
ものの意味をよく言えば世界で一番幸せにしてあげたいんだ。Thank you.
まった青必ず笑顔で会おうくじけそうの時その笑顔が何よりも力になるこの国は何度も負けずに立ち直ってきた祖父や祖母の汗父や母の涙今の暮らしをくれた
Thank you.
今あのちょっと CD があるって売り込めって言われたんで、あの街でも CD 売ってますんで、ぜひね、まだの方はあのぜひお手に取っていただけると、そのまま持ってっちゃダメですよ、はい、購入いただけると嬉しいなと思っております。はい、それではありがとうございます。もう一曲、やらさせていただきます。何やりましょうかね。曲はいっぱいあるんですけど、最近やってない曲は歌詞をね。自分の、あ、じゃあそうですね。あ、そうだ。あの、そうです。あの、僕たちあのラジオやってまして、はい、あのそのラジオの、タイトルにもなっておりますが、ピースという曲を最後に。練習させてください。いや、今日は本当に皆さんね、あったかいお客さんがいっぱい来ていただいて、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。人はずっと昔から
ありがとうございました。ではまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。